40分ちょうどをお知らせします。午前9時40分10秒を。神戸市東灘消防署によりますと、神戸市東灘区では建物が数十軒倒壊し、100人近くが下敷きになっているということです。一番新しい数字が入ってまいりました。神戸市東灘消防署によりますと、神戸市東灘区では建物が数十軒倒壊し、100人近くが下敷きになっている模様です。また神戸市灘区では木造の建物が壊滅状態だということで、100軒が倒壊、そのうち50軒に下敷きになった人がいるということです。また長田消防署によりますと、長田区では火災が分かっているだけで10件、家屋の倒壊は数えきれないほどだということで、確認が取れていません。少なくとも数十人が死亡しているということです。はい、どんどん数字が大きくなってまいりますが、はい、繰り返し地震のニュースをお伝えしてまいります。今日毎日放送では番組を変更して地震の報道特別番組としてお送りしています。今朝6時前、近畿地方を襲った強い地震で阪神高速道路の一部が国道に落下するなど、かなりの死傷者が出る大きな被害が出ています。阪神高速道路が神戸市東灘区の深江付近で車数十台とともに下の国道43号線に落下したほか、西宮や神戸市内の数カ所でも高架橋が落下し、車数十台が落ち、死傷者が出ています。はい、今日未明、近畿地方を襲った大地震の震源地となった兵庫県淡路島からの情報ですが、淡路島では起き上がれないほどの強い揺れがあり、家屋の倒壊などの被害が目立ちました。淡路島の東浦町役場で当直勤務をしていた職員は、庁舎内で物が倒れる大きな音がして目が覚めました。かなり横揺れが続いたが、どのぐらい続いたのかは覚えていないと、興奮が収まらない様子で、しばらくは起き上がれないほどの揺れが続いた、自宅に電話したが家族は無事だったとほっとした表情でした。一方、東浦町役場には家のブロック塀が倒れた、水道管が破裂して水が漏れているなどの住民からの電話が相次いでいるということですが、情報が非常に錯綜しているということですが、デマや噂に惑わされないで冷静に行動をお願いします。ラジオやテレビなどで新しい情報をお伝えしております。そして警察、消防などの指示に従ってください。毎日放送では地震に関する新しい情報入り次第お伝えしております。はい、それではラジオ報道の岡山記者が先ほどから神戸方面に向かっているところなんですが、今はどの辺を走っているでしょうか。岡山さん。はい、現在尼崎市の、向こう側にいます。はい、それで43号線を通って神戸に向かっている途中なんですが、はい、こちらの方、大阪方面へ向かう路線は空いているんですけれども、はい、神戸方面へ向かう車はやはり渋滞してます。はい、はい、それで先ほどリポートしたのは宇多島橋の交差点だったんですが、そこから43号線に入った時点では比較的空いてたんですよ。ただそこからですね、2つか3つ橋を渡ったんですが、走ってる途中にガツンという大きな音が聞こえたりするなどですね、地震による段差が生じたのではないかと伺わせるようなことがありました。道路の路面は今のところその音がしないとわからないぐらい、普通の状態なんですか。そうですね、ただ橋に一旦差し掛かりますと、一つの橋はそうですね、7センチか8センチぐらい段差があるほど、ちょっとひどい段差でして、そこはやっぱり徐行運転じゃないと通れないほどでした。あ、そうですか。はい、じゃあ混んでることもありますが、皆さんスピードは出せない状況ですね。はい、そうですね、橋は特に注意した方がいいと思います。そうですね、はい、今43号線を神戸方面に向かっていると言いましたね。はい、43号線の上にですね、高速道路が落下したわけですよね、深江付近で。はい、そうです。でもちろんそこは通行止めだと思うんですが、そっち方面には進んではいるんですね、車は。今のところ進んではいますが、はい、まだそこら辺付近はまだ行ってませんので、ちょっと状況わからないですね。そうですね、はい、岡山さん、はい、スタジオの西ですが、どうも、今そちらの向こう側付近で見える被害の状況などはわかりますでしょうか。ここら付近はですね、はい、今売店の前からかけてるんですが、公衆電話からかけてるんですが、はい、本棚も比較的整理されてまして、はい、地震当時の被害っていうのは見えませんね、今のところ。あ、そうですか。もうだいぶ復旧してるみたいです。
なるほど、わかりました。ただ道路がだいぶ混んでますので、はい、そこらだけはご注意いただきたいと。はい、道路が混雑しているのは、神戸方面行き。そうです、大阪方面の方はどうでしょう。大阪方面は比較的流れてるんですが、あ、そうですか。まあ、先ほどお伝えしましたように大阪市内重曹橋通行止めになるなど、だいぶ大阪市内に入りますと混雑してますので、はい、こちらの方辺はまあだいぶ空いてます。はい、わかりました。出勤の状況とかは、先ほどは橋の上を大阪方面に向かって出勤する風景もあるということでしたが、その近辺ではどうですか。この近辺は比較的スーツ姿の人はいないですね。あ、そうですか、はい。まあ、ただ自転車姿の人はやっぱり多いです。はい、わかりました。まあ、落下した付近まで進んでいくと思うんですけれども、その車43号線ですね、はい、そうです。でまたそのあたりでもう一回リポートをお願いしたいと思います。はい、わかりました。また余裕がありましたら、周りの市民の皆さん の、はい、反応とか、今日はどういうふうにして過ごすのかとか、まあ、そんなことも聞いて、また報告していただければと思います。気をつけて取材を続けてください。はい、お願いします。はい、岡山記者と電話でつなぎました。はい、現在入っている情報、続々と続報が入っています。まず神戸海上保安部によりますと、地震のため神戸港の岸壁は2メートルほど海中に沈下するなど崩れております。フェリーなど船舶は接岸できない状態だそうです。また岸壁にのぞみにされていたコンテナ20数個が海に落ちたという情報が入っております。はあ、そうですか、はい、船もダメですね。そうですね、はい、それから神戸市の神戸労災病院の方から連絡が入っております。こちらの方では、9時半現在病院に収容された1人が死亡、怪我人は重傷5人を含めて30人ほどが収容されているということです。はい、それでは交通情報の方を、交通の通行止め関係をもう一度お願いします。はい、道路交通状況、それから鉄道の情報をまとめてお伝えします。はい、失礼しました。まず列車の被害状況ですが、山陽新幹線は名古屋と広島の間で運休しております。新大阪と西明石の間で立体交差や立橋など5カ所が崩れたり落ちたりして運行が不可能となっています。また在来線も神戸周辺の8カ所で脱線が起こっています。また宝塚や阪和線の羽衣付近では電柱が傾いて線路に落ちたりしていまして、復旧のめどは立っておりません。また JR 西明石、そして芦屋の駅ではホームの一部が線路に落ちているということです。それから私鉄です。大手私鉄では現在阪急、南海、阪神がストップしていますが、このうち阪急では宝塚南口や三宮など3カ所で脱線しております。阪神でも神戸を中心に3カ所で脱線が起きていまして、こちらも復旧のめどは立っておりません。はい、兵庫の県警本部のまとめによりますと、9時20分現在ですね、県内の死者の数は8人、建物の下敷きになっている人は189人、行方不明者は33人、家屋倒壊の件数は203件に達しています。繰り返します。兵庫県警察本部のまとめによりますと、9時20分現在の数字です。県内の死者は、兵庫県内の死者は8人、建物の下敷きになっている人は189人、行方不明者が33人、家屋倒壊の件数が203件に達しています。さて、兵庫県宝塚市でも住宅の倒壊など大きな被害が出ていますが、その宝塚から先ほど到着しましたラジオ報道部の松村部長にスタジオでそこの様子を伝えていただきたいと思います。松村さん、今日はなかなか到着できなかったと思うんですが。そうですね、私が住んでますのは宝塚市の中山台の西目婦神社というところに住んでるんですけれども、はい、結局停電しまして、はい、でどうしようもない状態なので、車で動くというのも危険性が高かったの で、家でずっとラジオ聞きながら様子を見てたんですね、はい、でどうにか車が調達できまして、7時半あたりに、その目婦神社、阪急宝塚線の目婦神社駅のすぐそばなんですけれども、はい、そこをスタートしました。でそばには大きい堤、池があるんですけれども、池の土手がですね、石組みがそうですね、3
3分の1ぐらい、崩落というんですか、はい、池の方に落ちていて、土がむき出しになっているという まず包みが見えました。池の形も変わっているという。いや、池はだいたいその形はとどめてるんですけれども、池のところの石垣が壊れていたというのが一つ目に入りました、はい、で道路はですね、今までも説明があったと思いますけれども、ひび割れしたり、浮き上がったり沈んだりというですね、ものすごく起伏でこぼこの道路がずっと続きまして、で国道156号線のバイパスが通ってるんですけれども、はいはい、これをですね、東の方に、ずっと向かっていったんですけれども、はい、ずっと車が並んでるんですね、で仕方ありませんので、JR の福知山線を越えようと思いましたら、はい、遮断機が落ちてました。遮断機がない、故障という形で遮断機が降りた状態になっているということなんですね。つまりそこを車は通れないんですか。そういうことです、そういうことです、はい、でそれからですね、その遮断機をかいくぐりまして、ずっと行ったんですけれども、まず、民家がですね、古い民家、はい、土でできてる屋根瓦がある、はい、この古い民家というのがダメージが強かったですね、はい、で、場合によってはその2階がですね、潰れて、つまり1階部分が潰れて2階がストンと落ちた状態になってる、それから屋根瓦が全部下に落ちてる、こういう状態が続きました。それから3階建てのマンション、これは軽量鉄骨だったと思うんですけれども、はい、斜めに歪んでましてね、1階の入り口なんかはもう普通でしたら長方形の入り口がありますね、これがどういったらいいんですかね、逆三角形とこう四角縦長の入り口の真ん中部分に圧力が加えられるために、その三角形がこう2つあって真ん中部分がちょうど中央部分にせり出して、砂時計のような形だというわけですか。砂時計のような形でですね、はい、歪んでいたりとか、で公衆電話、電話かけるというのはもう家の中は電話がストップしてますし、電気もありません、停電になってますので、公衆電話はどうにか通じていたんでしょうね。公衆電話が人の波でした、はい、人の列でした、はい、それから近くのコンビニエンスストア、これやっぱりなんか緊急に欲しいものがたくさんあるんででしょう、人が殺到していたんですけれども、だけどもちろん店の人はいない、閉まってる、で場合によってはそのガラスなんか割れてて中に入るんですけれども中の電気はついていない、はい、商品はあるけれども手に取って持って帰ればそれはやっぱり具合の悪いことですから、そういった混乱もあちこちで見られるんでしょうね。そうなんです。それでスーパーマーケットの前にですね、はい、早くその店の人が来ないか待ってる人だかりもありました。はそれからちょうど私も目撃したんですけれども、民家がその潰れているところでですね、ちょうど消防車がいましたので何かなと思いましたら4人の人が生き埋めになってました。はい、それはどんな建物ですか。普通の古い民家ですね、はい、民家の屋根ごとだから全部へしゃげてるっていうんですか、地上に2階建ての建物で 1階2階とも全部潰れているという状態なんですけれども、はい、で4人、生き埋めになりまして、で私はそうですね、取材を始めまして、実は私が行った時には4人のうち、2人救出されてまして、はい、残りの2人は私がそのちょうど取材する途中に救出されて、4人とも、怪我をなさっていたようですけれども、はい、生命に別状はなかったようで、そうですか。そういう生き埋め事故にも遭いました、はい、それからまたですね、どうも外れる、つまり9176ですね、176号線のバイパス、はい、我々では旧国道と言ってるんですけれども、そちらの方がひどいということで違う道路からまた176号線に入りました、はい、でそうしましたらですね、中筋、宝塚市中筋三丁目というところがあるんですけれども、そこに中山台のに入る中筋交差点というのがありまして、八幡神社というお社があるんですね、はい、でこれは1665年といいますか江戸時代の初期の作りのようなんですけれども、その説明文によりますとね、はい、その神社全体、これは国の重要文化財に指定されていると書いてありましたけれども、はい、完全に壊れてました。つまり完全に何て言いますか、建物自体がない状態ですね。そこまでですか、それで石の鳥居があったんですけども、これ完全に上の横の部分ですね、はい、横の部分は落ちてました。それから灯籠はそうですね、あれ3段組ぐらいになってるんですか、上の2段が全部落ちてまして、下の土台だけは残っているという状態になりました。いずれにしましても古い民家、それから
簡単なんですか、あの建物ですね、こういうものの被害が大きいようで、特にあの古い住宅地というのは被害が大きかったような感じを受けましたね。そうですか、はい、ラジオ報道部の松村部長にスタジオで様子を伝えてもらいました。地震が発生してから、この毎日放送に到着するまでの様子を伝えてもらいました。さてこのスタジオにですね、結城アナウンサーが到着しまして、はい、今入った情報をじゃあお願いします。はい、ニュースからお伝えします。今朝6時前、近畿地方を襲った強い地震で、阪神高速道路の一部が下の国道に倒壊し、かなりの死傷者が出るなど各地で大きな被害が出ております。神戸市東灘区深江付近では阪神高速道路の一部が車数十台とともに下の国道43号線に倒壊したほか、西宮市内のと神戸市内の数カ所で高架橋が落下して車数台が落ち、かなりの死傷者が出ている模様です。さらに兵庫県芦屋市内では72カ所で建物が倒壊し、数百人が生き埋めになっているという情報もあるほか、同じく兵庫県淡路島の綱町では30軒の民家が全壊しました。また神戸市中央区の繁華街では5階建ての雑居ビル2棟が完全に倒壊し、規模の大きな火災が発生しているほか、京都市内でも火災が起きています。地震による死者はこれまでに兵庫県淡路島と神戸市内などで17人が確認され、怪我人は200人以上に上っています。現在高速道路や大阪市内の地下鉄などは全面的にストップしており、かなり強い余震も観測されております。各地で建物の倒壊や火災などの大きな被害が出ておりまして、今後被害はさらに拡大する見通しで、五十嵐官房長官は今朝政府として非常対策本部を設置すると述べ、対応を急ぐ考えを明らかにしました。関西地方の大規模なこの地震といたしましては、1300人以上の死者を出しました1946年の南海道沖地震以来ということです。この午前5時46分ごろ、近畿地方を中心とした広い範囲で地震がありましたが、はい、兵庫県淡路島の洲本と神戸で震度6の烈震、京都彦根豊岡で震度5の強震、気象庁の観測によりますと、震源地は淡路島ので、震源の深さはおよそ20キロ、地震の規模マグニチュードは 7.2 と推定されております。はい。で、この地震のために兵庫県などでマンションなど200軒を超える住宅が倒壊、多数の住人が生き埋めとなりました。このほか兵庫県内の阪神高速道路2カ所で高架部分が落下し、火災も各地で多数発生しています。家屋の下敷きになるなどして多数の死者、負傷者が出ているほか、崩壊した住宅に閉じ込められている住民は数百人に上るとみられます。政府は非常災害対策本部設置、被害状況の確認などを急いでおります。兵庫県警などのまとめによりますと、震源の淡路島や兵庫県内の瀬戸内海側を中心に大きな被害が出ておりまして、マンションなども含めて、神戸市、西宮市、宝塚市、淡路島などで合わせて数百戸の家屋が倒壊、数百人が生き埋めとなっています。阪神高速道路高架の落下では、通行中の多数の車が滑り落ちて高架の下敷きとなり、神戸市内では10件以上の火災が発生、各地で救助作業が続いています。死者ですが、芦屋市で3人、明石市で2人、西宮市で1人、淡路島で1人、大阪市淀川区で1人の計8人が今のところ確認されています。多数の重軽傷者が出ておりまして、死者負傷者は被害が明らかになるとともにさらに増えると見られております。このほか国道171号線の陸橋が落下して、各地で道路が寸断されております。山陽新幹線をはじめ鉄道も運転を中止、停電やガス漏れも相次いでいます。近畿地方ではその後も余震が続いております。はい。なお兵庫県芦屋市内の被害なんですが、死者は7人になりました。市内の家屋倒壊は94箇所、およそ100人が生き埋めになっているということです。それからこの情報は兵庫県警によりますと、地震のため兵庫県内で生き埋めが189人以上、死者は17人、行方不明が33人、家屋倒壊203件、火災も10件に上っているという情報も入っております。はい、続々と入ってきていますが、結城アナウンサーは、はい、どこから今日は、今日7時20分に千里中央のちょっと北箕面の南なんですが、171号線のちょうど境目ぐらいのところから、交差点のところから自転車に乗りまして、この茶屋町に1時間10分ぐらいかかりました。はい、ずっと自転車でですか。はい、で道路状況は、千里中央のところが中央環状とのインターチェンジになってます。それから桃山台のところが結構合流があります。で、あと何箇所か橋を渡りますが、そこの合流のところで相当車混んでますね。で、はい、各駅、千里中央、桃山台、緑地公園とそれぞれの駅はたくさんの、サラリーマンの方、電車を待つ長い列ができてまして、はい、電車が動かないということがありまして、それぞれ見切りをつけて、大阪市内に向かって歩くという光景が見られました。そうですか。はい、また後ほど詳しく伝えてもらいます。
らいたいんですが、はい、現在入っている状況をご紹介いたしますと、震度6の熱震に襲われました神戸市のビジネス街の模様なんですが、中央区では道路は至る所でひびが入って波打った状態だということです。また所々陥没もあり、信号は止まったままで、車の数は市内は少ないということです。またいつもならこういった出勤のサラリーマンでにぎわう通りも今は人影もなく、ビルの警備員が路上に散乱したガラスの後片付けに追われている状況だそうです。また建物自体に大きくひびが入っ、香り封じるアメリカ特許、冷凍冷蔵で保存ください。スジャータ IFC コーヒーが10時をお知らせします。午前10時をお知らせしました。この時間は予定を変更して午前11時まで報道特別番組近畿地方大地震をお伝えいたします。河村隆一です。こんにちは。こんにちは、豊島美幸です。私たちは今朝6時半から8時までのレギュラーのおはよう河村隆一です。私自身は芦屋に住んでいるものですから、午前5時46分の地震の時に我が家を出ようとしていた時に横倒しになりました、はい、立っていられなかったです、で、その後迎えに来ている車に乗るべく玄関を開けて外に出ましたら、はい、前の片倉さんのお宅が潰れて、私の家との間の道に全部その片倉さん家が全部わしゃっと前の方になだれ込んできてるような、はい、倒れ込んできていて、もうその凄まじさに一瞬息飲んで、片倉さんのところもご年配の方がご夫婦でお住まいだし、お隣の西畑さんも、ご年配の方ご夫婦でお住まいだしということで大変心配だったんですが、何はともあれ生放送があるからということで、スタジオに向かいました。神戸特に芦屋付近は、はい、今でも生き埋めになっている方がいらっしゃるというような情報も入っているぐらい、そうですね、大きい被害だったようですね、はい、夜が明けて昼が近づきにつれて被害の大きさが順次明らかになってきていますし、はい、それからこの真冬の空気の乾燥の中で、二次災害の火災が発生しています、はい、で神戸市内では大変大きな火災が今もなお延焼中ということでもって、大変心配な状況になってきています。阪神高速も、もう分断されているし、落ちているし、めくれ上がってねじれ曲がっているしというような状態になっていますけれども、うん、それではこれからの1時間報道特別番組近畿地方大地震、ニューススタジオとそれから各リポーターがですね、可能な限り現地近くに飛んでおりますので、そこからの情報も織り交ぜながら1時間生放送で的確な正確な情報をお伝えしていこうかと思いますので、どうぞずっとお気になっていてください。さて、ニューススタジオの方にまず一番新しい情報を尋ねています。ニューススタジオさん、よろしく。はい、現在いろいろな情報が入っているんですが、震度6に列震に襲われました神戸市のビジネス街中央区でも道路は至る所にひびが入って波打った状態になっております。ところどころに陥没があります。信号が止まったままで車の数も少なくなっています。いつもですと出勤のサラリーマンで逃げ回る通りもほとんど人影もありません。ビルの警備員が路上に散乱したガラスの片付けに追われております。また建物自体に大きくひびが入っておりまして、くの字型に折れ曲がった状態の古いビルもあります。窓はすべて壊れ落ちておりまして、建物の中では棚がすべて倒れて足の踏み間もない状態です。普段は通勤の人が行き交う海岸通りのブティック街も人影がありません。店先の大きなガラスが割れておりまして散乱しております。 JR 三宮駅からポートアイランドに向かうポートライナーも市内を結ぶ神戸大橋の橋桁が折れたために止まったままの状態となっております。改めてお伝えしますと、関西一円を襲いましたマグニチュード 7.2 の地震は関西でマグニチュード8を記録した1946年の南海道地震以来の規模となりまして、大阪湾周辺の活断層のどこかで地殻変動が起きたものとみられます。関西ではマグニチュード7以上の地震が珍しいということですが、大阪湾周辺は活断層の巣で歴史的にはかなりの大地震が起きており、地震予知連絡会の宇津徳次副会長は今までが静かすぎたとも言えると指摘しています。また活断層の周辺に太平洋プレートなどの力が遠方から伝わり、エネルギーが溜まっていた可能性があるともみられ、予知連の安藤正孝委員が淡路島の北端で活断層のどれかが横ずれなどを起こしたのではないかと説明する一方で、去年11月に兵庫県で有感地震が連続して発生したのも今回の地震と関連があるかもしれないと推測しております。なお震度6の烈震が襲った神戸市内では地響きとともに下から突き上げるような振動が十数秒続き、市内は断水や停電となり市民の生活は完全に麻痺しています。神戸市の中心部の繁華街では雑居ビル2棟が完全に崩れ落ち、道沿いにはぐしゃりと潰れたビルや家屋が並んでいます。アスファルトには深い亀裂が入り、市内の数カ所で火災による火の手が
上がっておりまして煙も見えます。消防車と救急車がサイレンを鳴らして走り回っています。阪神高速道路は兵庫県内のあちこちで高架道が車もろとも崩れ落ち、折れ曲がった橋桁には高速バスがかろうじて引っかかっています。神戸市灘区の阪神電車では駅で電車が脱線転覆しています。54歳の会社員は電車に乗っていると突然揺れて脱線した、職員が窓を開けてくれたので助かったと話していました。兵庫県警察本部のまとめによりますと9時20分現在県内の死者は8人、建物の下敷きになっている人が189人、行方不明が33人、家屋倒壊の件数が203件に達しております。数はこの後まだまだ増える状況です。今入りました10時現在です。10時現在警察庁のまとめによりますとこの地震による被害は兵庫県など11の府県で23人が死亡、222人が怪我をしていることが確認されております。それから大きな被害が阪神地区と淡路島で出ているんですが、兵庫県によりますと電話などの通信手段がなく避難の勧告などは出ておりません。火災現場に近い方などはどうぞ自主的に避難してください。現在特に被害の大きかったところ淡路島あるいは兵庫県の南部ですが電話などの通信手段が、今ありません。寸断されております。避難勧告などが出せない状況にありますのでどうぞ火災現場に近い方など、どうぞこのラジオの情報を聞いて自主的に避難をしてくださいますようにお願いをいたします。まだ被害が続々と増えている状況になっております。それから続々と被害が入ってきているんですが警察庁によりますと地震により兵庫県内では223人が現在も生き埋めになっている模様です。それから神戸市消防局によりますと長田区の長田市民病院の6階の床が5階に落ちまして患者50人と職員数人が閉じ込められているということです。また東灘区では民家6軒が倒壊し11人が下敷きになっています。兵庫区では40件近く火災が発生している模様です。また大阪市消防局によりますと大阪市内で火災は23件発生しこのうち7件は今も延焼中です。死者も出ています。淀川区東三国3丁目で62歳の男性が家の中でタンスの下敷きになり死亡しています。また此花区電報3丁目では43歳の男性が工場の煙突の下敷きになり死亡しました。怪我人は現在分かっているだけで4人ですが数はまだ増える見込みです。なお現在の列車の状況です。東海道山陽新幹線は今朝の始発からほぼ全線で運転を見合わせましたが午前8時過ぎから東京名古屋間広島博多間で折り返し運転を始めました。午前8時過ぎから東京名古屋間広島博多間で折り返し運転を始めました。新大阪と西明石の間に橋桁など5カ所にズレや落下があり今も名古屋と広島の間は新幹線が動いておりません。名古屋と広島の間は新幹線が動いておりません。また在来線も兵庫県内8カ所で脱線が起きています。宝塚線や阪和線でも電柱が傾いて線路の上にかかっておりまして復旧のめどは立っておりません。 JR 西明石駅芦屋駅ではホームの一部が倒壊して線路の上に落ちているということです。大手私鉄では近鉄と京阪が運行を再開しています。近鉄と京阪が運行を再開しています。阪急、南海、阪神は運行をストップしていますがうち阪急では宝塚南口など、3カ所で脱線が起きておりまして乗客7人の怪我人が出ています。阪神でも神戸を中心に3カ所で脱線が起きています。どちらも現在のところ復旧のめどは立っておりません。伊丹での被害が入ってまいりました。近畿管区警察局に入った連絡によりますと兵庫県伊丹市の阪急電鉄伊丹駅が倒壊し駅の中の派出所にいた警察官2人が現在生き埋めとなっています。救出作業が行われております。神戸海上保安部に入りました。神戸海上保安部によりますと地震のため神戸港の岸壁は2メートルほど海中に沈没するなど崩れましてフェリーなど船舶は接岸できない状態です。また岸壁に望みされておりましたコンテナ数個が海中に流れ出したという情報も入っております。船もかなり混乱をしております。鉄道もほとんどが麻痺状態となっております。現在入りました情報を報道スタジオからお伝えいたしました。はい、どうもありがとうございました。さて、お電話がつながっています。伊丹にあります陸上自衛隊の中部方面総監部の広報後藤さんです。後藤さん、こんにちは。あ、
後藤でございます。はい、もう伊丹にあります陸上自衛隊には伊丹市長からも指導要請がすでにあったということですが、はい、はい、ですね、先ほど放送ありました阪急伊丹駅 の、 警察官ですけれども、はい、9時21分に救出したという情報が入っております。はい、その他には、その他にはですね、はい、現在神戸の方にですね、はい、姫路の部隊の方から災害発見のために今移動中でございます。はい、あと大阪市役所、はい、西宮市役所、芦屋市役所にですね、はい、連絡幹部を派遣して災害派遣の情報を収集中でございます。そうですか。はい、陸上自衛隊の方々はこうした大災害時にですね、はい、そういうトレーニングを基本的に日頃から受けてらっしゃるっていうか、トレーニングしてらっしゃるわけですよね。はい、大変な状況が刻一刻明らかになってきていますので、頼りにしておりますので、はい、どうぞこれからもよろしくお願いします。はい、どうもまたよろしくお願いします。情報入り次第それでお知らせくださいますよ。給水車とかですね、はい、後藤さん、給水車の問題、水の確保の問題ですとか、はい、あるいは食料の確保の問題というのも陸上自衛隊さんの今回の管轄に入ってるんでしょうか。要請、そういうのは準備しておりますので、はい、要請があれば対応するようにということで準備しておりますが。わかりました、はい。はい。どうもありがとうございました。はい、この後もまた情報をお伝えすることになるかと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、どうもお願いします。はい、陸上自衛隊中部方面総監部の後藤広報からお話を伺いました。ね、まずは伊丹のその警察官の方は救出されたという情報で、はい、よろしくございました。はい、でも神戸市内長田区ですか、各所であると思いますけれども、火の手が全然収まらずにですね、道路が分断されている状況だから、消防車救急車も走りもままならずというような事情がずっと続いているかと思いますので、どうぞ皆さんこれ以上災害が広がらないようにできるだけ冷静に対処なさるようにお願いいたします。はい、今朝夜明け前です。午前5時46分緊急襲いました神戸で震度6という大変大きい地震で、夜が明けてから被害がどん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 広がっています。どうぞ皆さん、これ以上災害が広がらないように、テレビのヘリコプターからの映像というのを先ほどまで僕見ていたんですけれども、うん、阪神高速道路がもう本当ねじり曲がってですね、そうですね、あるいはドンと下へ落ちてしまっていたりね、はい、そういうような事情もありますし、それから火災の火の手がこの、乾燥した空気の中でもって全然衰えることなく累焼を続けているということで、お近くの方は本当に生きた心地もしない、状況が続いているかと思いますけれども、この時点ではもう自主的に避難をなさるということですね。はい、それ財産も大事ですけれども、何が止まる命ですから、はい、はい、安全なところにお逃げになることです。はい、そうですね。はい、はい、この時間は予定を変更いたしまして、午前11時まで報道特別番組近畿地方大地震、毎日放送の茶屋町ベータスタジオからお送りしております。随時最新の的確な情報をお伝えする義務がありますので、はい、大変なんていうのかな、慌ただしい状況の中ですけれども、どうぞ皆さんデマだとか、うん、噂だとか、はい、そういうものでもって景況報道なさらないようにね、ラジオはもうこういう状況ですけれども、できるだけ正確な情報をお伝えすることを第一義に、正確で早い情報を、ラジオの生放送の特別番組でずっと続けてまいりますので、どうぞ、この番組をお聞き続けになってですね、ご自身の判断をおフルに活用して、それから本当に一人っきりだと心細いものですけれども、ご家族とか、お仲間とかご近所の方とかですね、こういう時こそ、助け合ってレキュープレーで ね、それは小さなお子さんもいらっしゃれば、うんとご年配の方もね、ご病人もいらっしゃるでしょうということでもって、はい、どうぞ我が身も大切だし、それから仲間も大切だしということでもって、人間のね、一人一人の力うまく結集して、これ以上、災害がひどい状況にならないように、どうぞ皆さん協力し合って冷静に対処していってほしいものと思います。二次災害でとりあえず一番怖いのは火災の発生です。どうぞ火の元をきっちりとも閉めてしまってください。はい、それからガスも元栓を閉めてください。そうです。どうぞ
ど、はい、生の火とですね、うん、それからガスというものにまずお気をつけになって、その他にも気をつけることいっぱいありますけれども、どうぞ冷静にゆっくりとお動きになってください。はい、さてここでですね、西宮にいます報道の今道記者から電話が入っております。はい、今道さんこんにちは。はい、あこんにちは。はい、ですね、私が住んでるのはですね、西宮の津戸地区といいまして、あの JR 西宮駅周辺なんですよ。はい、それでですね、今現在実はあの会社に向かおうと思いまして、はい、今現在天ヶ崎にいるんですが、はい、道路がとても行ける状態じゃなくて、もう一回、西宮に引き返している途中なんです。行ける状態じゃないというのは渋滞ということですか？はい、もう渋滞で全然動かなくてですね、はい、はい、で地震があった直後なんですが、とりあえずもうガスの匂いがかなり充満しまして、はい、一時かなりパニック状態になっておりました。それですね、今現在出てくる途中の西宮の状況ですが、ほとんどやはり古い家っていうのはもうほとんど全壊してるのが、全壊しておりました。はい、はい、あとそれが一番目立ったのは、JR 西野駅近くにですね、9階建てぐらいのショッピングセンターがあるんですが、はい、そこは2階までが、ショッピングセンターで、あと上はマンションになってるんですね。はい、それでそのマンション部分がですね、ほとんど5階部分でしょうか、その辺がほとんどフロアが陥没してる状態で、はい、かなりの人数の方が浮き埋めになってるんではないかと思われます。はい、はい、であとはまあとりあえず怪我人とかその辺の、怪我人がどうなってるかっていうのはまあ心配な状況なんですが、火災も多発しておりましてですね、中の人がその安全あ大丈夫かどうかっていうのもまだ分かっておりません。とりあえず今の状況はこういった状況です。はい、どうもありがとうございました。はい、この後もチャンスがありましたら電話をしてください。はい、わかりました。はい、気をつけて。はい、今ね、私自身が家が芦屋で、自分の家族が心配なもんですから、何遍も放送局から電話してるんですが、芦屋と西宮と神戸は非常に今電話がつながりにくく、何遍かけ直しても電話がつながらないので、しばらくしてからかけ直してくださいという状況になっています。で、ここはもうみんなライフラインである電話を皆さんね、お使いになってると思いますけれども、うん、電話はですね、例えば離れ離れになってるご家族は心配ですけれども、はい、本当に最優先でですね、例えば今怪我をしているとか、救急車だとか、はい、消防車だとか、そちらの方に電話の回線を開けておきたいので、はい、ちょっとでもゆとりのある方はこの電話はちょっと我慢しててくださいね。そうですね、みんなお互い様ということでございますので、最悪の方がですね、最悪に近い方が、電話を活用できるように皆さんご協力をよろしくお願いいたします。報道特別番組近畿地方大地震、生放送で、毎日放送のベータスタジオからお伝えしています。この時間予定を変更しておりますが、この地震がなかったらレギュラーで10時からはごめんやすバンバ文雄です。ホストのバンバさんが今、千里からご到着なさいました。こんにちは。あ、こんにちは。はい、ごめんやす。バンバさんはお住まいが、うん、はい、千里中央。千里中央。はい、どんな状況でございました？5時46分という時間は。びっくりしたね。寝てはって飛び起きた。もうね、それこそほんまに、まあ僕は割と福井地震とかね、はい、まあ年齢的に昭和14年生まれですか、子供の時にこれぐらいの地震は体験してるんですよ。23年前って言ったんですね、福井地震が。あの辺りとかもボンボンボンとあったでしょ、あの辺りに。はい、だからあの時例えば小学校のグラウンドでおりましてね、なんかポーンと飛び上がったらですね、いつもより3倍ぐらい飛び上がれたんですよね。そんなことは。これ、なんでこんなパワーついたんかやな思ったら地震が起こってたとかね。あ、まあそういう体験はありましたんで、はい、まあ女房子供に比べたらですね、はい、驚きはそれはもう知れてましたですよ。うちはもうそれはパニックでしたよ。でもお家の中はだいぶいろいろなものが。これはもう見事にね、まあ全部僕写真撮って記録撮りましたけどね、はい、もう台所なんちゅうはもうこれはもう三たるありさまでね、はい、ほとんどの食器が、まあ、ただね、面白かったのはその蓋をしてるっていうんですか、あの食器棚でもちゃんと戸のつくやつがありますね、しかもそれが磁石があるかないかでね、穴に違うと、こんな小さい磁石でもね、やっぱあるのとないのと全然違いましたね。全部扉開いちゃって、開いて、はい、もう炊飯器なんかね、下に転がってね、はい、ご飯が炊けてましたよ。ちょうど6時ピーンって音がね、タイマーで入れてたから、タイマー入れたら紐がついとって、はい、もう下のところでこう後ろ向いてるんですよね、はい、後ろ向きながら律儀にピーン言うたいね、はい、それはほんであのポットがありま電気の、はい、あれなんかも全然水も漏れずにね、やっぱすごい石やと思いましたね。そうですか。ただまあね、うち一番困ったのはね、はい、蜂蜜がね、ぶわーっと床に落ちて、その蜂蜜と、それとまあ私も足切ったんですけどね、この破片っていうかガラスの、あれがもうとにかくバラバラで、もう砂まいたみたいもんでね、台所にあって、まあそんな、まあ台所はすごかった。あ、そうですか。お部屋の中でも本当にこういう時にスリッパを履いて歩きなさいということですね。そういうことですね。やっぱりそれは大事なことだと思いますね。靴でいいですよね、もうこの状況だと。靴まではいかんがってね、台所以外はね、お母さんにね、
然ですね、ほとんどそのまあ、ちょっとがひっくり返ったり、ただまあ、例えば、息子の部屋のですね、はい、水槽の、うちは、魚飼ってるんですけどね、その魚がぽちょぽちょっとこう、出ちゃったり、フロアの床に折ってる、それを入れたりしましたけどね、はいはい、まあ、それ以外は目立ったね、ただ、棚のカメラが転げ落ちてね、僕の愛用のカメラが2メートルぐらいのとこからゴローンと下のフロア転げて、フロアがへこんどったんですよね。もうダメやん思ったら、これが川村さん動いた。ああ、そうですか。例えば、まあ、そういうような、まあ、嬉しいこと、いろいろありましたけどね、もう全面にとにかく交通が止まってますもんですから。そこからはどうやってここまでいらっしゃったんですか？だから小松君に電話してね、ってこう思ったんですよね。2時間ぐらいやったら歩けるので、はい、もう危ないからやめてくれて、自転車に乗れた自転車も危ないからやめてくれ言われて、はいはい、毎日放送からまあタクシーが来てくれましてですね、はい、それでやっと今だいたい1時間10分ぐらいかかりましたかね。新御堂走ってからと。新御堂です。新御堂で千里中央から茶屋町毎日放送まで、何にもなければ何分ですか？何もなければもう20分ぐらいでしょ。20分で来るところで1時間か。はい、1時間10分ぐらいやったから、今ちょっと今10分ぐらい前に着いてましたんでね。新御堂は道路が分断されたり、いやもう全然貨物はなかったです。はい、ただ下穂山急行地下鉄ともにですね、はい、一切動いておりません。電車はね、だからもう自転車が歩いてる人たくさんありましたよ、新御堂沿いの歩道。ああそうですか。新人の方やっぱり皆さんお仕事に出かけられてるのね。ですよ。その中をね、トロトロとね、もうイライラしながら回り道しようかとおっしゃったんですけど、やっぱりもうストレート行った方がいいんじゃないかというね、はい、うこと。千里中央はニュータウンでもってたくさんの方が住んでらっしゃいますけれども、千里中央、今のバンバー系のですね、はい、揺れ方からいくと、ちょっと揺れたすごい地震だったなというぐらいで、うん、一瞬は済んだんですか？まあ、一瞬そのね、はい、何かがあったということは、まず普通のご家庭ではなかったと思う。僕とか5階でしたけどね。はい、ただね、3階の事務所、私の事務所行きましたらね、はい、これはもうほとんど被害なかったです。ああ、そうですか。はい、ただまあ、強烈な揺れとね、そうでしたね。もう電気の傘は傾いて落ちてくるわね、はい、スタンドは転げてるわというような状況でしたけども、ああ、そうですか。まあ、いわゆる命に左右というような感じは、まあ、私自身としてはしなかったですね。はい、ただ、初めての人は非常にびっくりしたようです。そうだと、奥さん、お子さんはね。まあ、もうこれ生まれて初めてですからね、僕はまあ、この程度やから落ち着かして、はい、もう子供はしかし寄ってきてましたね。すぐにね、次男の方は机の下へパッと回ることで、学校でやってますもんね。長男はベッドの中に下に入るとかね、はいはい、それぞれ割とまあちゃんと対応しとったようでございます。ああ、そうですか。はい、ということで、はい、普段だったらばこの時間ごめんやすのホストをしてらっしゃいますバンバさんが、千里中央からですね、車で、いつもの3倍かかって、はい、まあ僕はいつも地下鉄なんですけどね。あ、そうかそうか、いつもなら地下鉄なんだけどね、はいはい、そうですそうです、道路は新御堂は今渋滞ぐらいのことですか？いや、かなりの渋滞。大渋滞。大でしょうね、あれやったらね。はい、大きな渋滞だけれども、大丈夫そうだということでございます。のこが心配でね。そうですよね。のこさんがまだね、連絡が取れてないんですよ。電話がね、かからないんですよね、こちらから。こんな高いところの島に住んどるから、からそうですよね。本当にね、30回でしたっけ、のこさんの。やっぱりもっと、この地べたりついてるとこおらないかんよ、こういう時は。あ、でもまあ、安全であるからね、望みますね。住んであるから、あんまりこんなこと言えませんけどね。ただまあ、のこのことは気がかりでね、はい、先ほどからちょっとイライラしてるんですが、ね、連絡は早く取れればいいですけれども、はい、はい、ということで、バンバさんどうもありがとうございました。ま、はい、わかりました。そこに控えてますから、はい、なんか飛んできますので、わかりました、はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。千里、はい、千里中央リポート、新御堂のリポートはバンバ文雄さんでした。報道特別番組近畿地方大地震、生放送でお伝えしています。それではここで、ニューススタジオにつなぎます。新しい情報、ニューススタジオ入りましたでしょうか？はい、現在入っております情報をまとめてお伝えします。今朝6時前、近畿地方を襲った強い地震で阪神高速道路の一部が下の国道に倒壊し、かなりの死傷者が出るなど各地で大きな被害が出ています。まず神戸市東灘区深江付近では、阪神高速道路の一部が車数十台とともに下の国道43号線に倒壊したほか、西宮市内と神戸市内の数カ所で高架橋が落下して車数十台が落ち、かなりの死傷者が出ている模様です。さらに兵庫県芦屋市内では72カ所で建物が倒壊し、生き埋めが数百人が生き埋めになっているという情報もあるほか、阪神電鉄と JR 西日本の合わせて12本が脱線しています。また神戸市東灘区内では家屋の倒壊など200件が発生し、30数人が行方不明となっているほか、神戸市内や尼崎市内などでは多数の火災が発生しています。共同通信の集計によりますと、地震による死者はこれまでに17人、近畿11府県では23人の死者という情報もあります。負傷者は340人以上に上っています。現在高速道路などは全面的にストップしており、かなり強い余震も観測されています。関西地方の大規模な地震といたしましては、1300人以上の死者を出した1946年の南海道沖地震以来で、神戸で震度6を観測したのは統計がある1926年以降では初めてです。
神戸市を中心とする大地震に対処するため政府は今日非常災害対策本部を設置する方針を決めました。政府は午前中の閣議で設置を決めて当面の対策を協議するとともに今日中にも小沢国土庁長官を現地に派遣するなど万全の対策に努めることにしています。地震の発生が早朝で被害の状況が十分に分かっていないことから政府は当面被害の把握に重点を置く一方生き埋めになっているとみられる人の救出や、火災など二次災害の防止に全力を挙げる方針です。村山総理大臣は今日午前、淡路島直下型地震について、被害に遭った方々に心からお見舞いする。被害状況の把握に全力を挙げており、被害の状況に応じて万全の対策を講じるという談話を発表しました。村山総理はまた、総理官邸で記者団の質問に答え、自らの現地視察については、もう少し状況を見ないといけないと述べ、現地の被災状況を把握した後判断するという考えを示しました。震度6の地震が襲った神戸市内では地響きとともに下から突き上げるような振動が十数秒続き市内は断水や停電となり市民の生活は完全に麻痺しています。神戸市の中心部の繁華街では雑居ビル2棟が完全に崩れ落ち折れ曲がった、道沿いにはぐしゃりと潰れたビルや家屋が並んでいます。アスファルトには深い亀裂が入り市内の数カ所で火災による火の手と煙が上がり消防車と救急車がサイレンを鳴らして走り回っています。阪神高速道路は兵庫県内のあちこちで高架道が車もろとも崩れ落ち折れ曲がった橋桁には高速バスがかろうじて引っかかっています。神戸市灘区の阪神電鉄では駅で電車が脱線転覆しています。54歳の会社員は電車に乗っていると突然揺れて脱線した。職員が窓を開けてくれたので助かったと話していました。兵庫県警察本部綱日署によりますと淡路島の兵庫県綱郡一宮町の民家倒壊で3人の死亡を確認したほか3人が生き埋めになり救出作業をしております。なお淡路の広域消防によりますと淡路島での死者は11人になり怪我人は80人以上になっているということです。時間とともに被害者の方の数が増えております。また脱線事故も起きています。 JR では三宮、須磨、芦屋など神戸地区で7本が脱線、また阪急は宝塚、南口、三宮、門戸薬人で脱線、それから高速道路もすべて通行止めとなっています。なお名神高速道路では豊中料金所が倒壊しているということです。なお新幹線ですが大きな被害が出ておりまして復旧のめどは立っておりません。新大阪と西明石の間で橋桁5カ所が落ちているということで新大阪と西明石の間は新幹線が動いておりません。今朝の震度6のこの烈震が襲った神戸市の中心部ではビルが傾いたり道路が波を打ったように変形したほか木の実木のままで避難した住民が断続的に続く余震と寒さに震えている状態が続いています。神戸市三宮市の繁華街に通じる生田新道沿いではビルが崩れ落ちて道路を塞ぎメインストリートのフラワーロードにも亀裂が入り最高で50センチ近くも盛り上がって波を打ったようになっています。さらにフラワーロードに通じた11階建ての日本生命ビルは6階と7階部分で折れ曲がりおよそ100メートル北の雑居ビルも1階部分が押しつぶされて道路側に20度ほど傾いて今にも倒れそうな状況です。また三宮から北野町にかけましては木造家屋が崩れ落ちて木造2階建てのアパートも全焼しました。住民の一人は突然の大きな揺れだった、家の中で布団をかぶっている他はなかったなどと当時の恐怖を語っております。なお神戸市消防局によりますと長田区の長田市民病院の6階の床が5階に落ちまして患者50人と職員数人が閉じ込められていると情報が入っております。また東灘区では民家6軒が倒壊し11人が下敷きになっています。なお兵庫区では40件近く火災が発生している模様だということです。現在入っております情報は以上です。はい、はい、どうもありがとうございました。さあ阪急電車の苦楽園の駅の近くにクルスアナウンサーがいます。クルスさんこんにちは。こんにちは。はい、こちらもですね、はい、やはり木造の家屋結構築年数が経っているものは潰れているのが全壊しているのが何件かあります。はい、本当上から押しつぶされたような形でそうね、なくなっています。はい、そして私住んでいるのが西宮の宿賀の上流の方の苦楽園なんですけど、はい、如意寺というお寺がありまして、そこの山門が完全に倒れてまして、5メートル幅ぐらいの道路を塞いでいます。はい、そしてまた近くに似て小池という池があるんですがそこの周り5メートル幅ぐらいの道路があるんですけどその道路が全部崩れ落ちるような形で道路が全くありません。はい、そして、至るところやはり道路ひび割れしております。そして宿賀沿いの遊歩道の方もだいぶもうひび割れがあります。
以上です、はいはい、クルスさんは今これ公衆電話ですね。そうです、はい、こういう災害時にはですね、家庭の中の電話より家庭用の電話より公衆電話の方がつながりやすいという状況なんだそうです、はい、ですから今どうしてもね電話をかけなければいけない事情の方は、はい、ご自宅の電話がどうにもこの災害発生時周辺のところは電話がつながりにくくなってます、はい、外からの電話ほとんどかからなくなってると思いますのでね、はい、クルスさんのようにお住まいの方から外へ連絡を取りたいっていう方は周辺の状況全部安全確認してからね、うん、お家の電話よりも公衆電話の方が良さそうだということではあります。手短に、はい、そうですね、あなたご自身のお家は被害は大丈夫でしたか？物はいろいろ壊れましたが、はいはい、僕自身はでも一時の揺れですか、河村さんがラジオでおっしゃったように、本当家がこのまま潰れるんじゃないか、そうでしたね、そういうような感じしました、ね、やっぱり街中ガス臭いんですよね。そうですね、それが大変不気味で怖いね、はい、それで街中いろいろ張り紙がありまして、はい、ガス漏れ、火は使うなというような張り紙も貼られています、はい、その通りですね、十分気をつけてください、ね、はい、はい、ありがとうございます。この後もチャンスがありましたら入れてください。はい、さて続きまして今度は阪急の伊丹駅に三沢アナウンサーがいらっしゃいます。三沢さん、はい、三沢です、はい、こんにちは、阪急の伊丹駅に来ているんですがもう完全に倒壊しています、はい、この駅はですね、南北に伸びている駅なんですが、その東西1階部分が東西に抜けるような通路になっていたんですが、はい、1階部分が完全に上から押しつぶされまして、もう1階部分が確認できないぐらいになっております、はい、ちょうどですね、阪急電鉄、宝塚神戸京都方面という看板があるんですが、ちょうど頭の上にあるべきものの看板がですねちょうど私の膝の部分にまで落ちています、はい、もう完全に崩れているという状態ですね。そして、この駅は3階建てになっているわけですが、3階建てがホームに3階の部分がホームになっていますがその上に、電車が止まっているわけですがこれ4両編成なんですけれども1両1両ずつが全く違う方向を向いています、はい、上を向いたり下を向いたりということで、はい、レールの方もここからは確認できないんですがかなり歪んでいるように思われます、はい、そして駅全体もこちらから見ますと右側に約30度傾斜しています、はい、といった状況ですね。火が出たりとかそれから被害を受けられた方がいらっしゃるというような状況ありませんか？はい、先ほどから警察官が1人救出されたという情報が入っていますが、はい、現場混乱しておりまして、情報の方が入ってきておりません。その周辺からはあなたの視界の範囲内には、はい、火の手とか煙とかは見えないですね。全く火の手は見えておりません。建物が倒壊しているのみです。そうですか、はい、分かりました。この後もあなた自身も気をつけて、はいはい、これから神戸方面に向かうと思いますので、はい、また逐次情報を入れたいと思います、はい、移動気をつけてください、はいはい、どうもありがとう。三沢アナウンサーは阪急の伊丹駅壊滅状態みたいですね。これしかしね、地震は一瞬であったし余震もありましたけれども、はいはい、でもこの後の被害の復旧のことを考えたらそうです、ね、ちょっともう途方に、暮れてしまうという、大変な大惨事ですね、悲惨な状況で、ここで知恵を出して冷静になってね、食い止めましょうね、うん、これから先まだ地震のことは本当に先がわからないので、次の地震みたいなことがあるのかなと思うとゾッとしますけれども、関西一円を襲ったこのマグニチュード 7.2 の地震というのは関西では、1946年、マグニチュード8を記録した南海道地震以来の規模で大阪湾周辺の活断層のどこかで地殻の変動が起きたものとみられます、関西では地震は大丈夫だという、まあ、本当にいわば根拠のないね、そういうなんか安堵感みたいなものをベースに関西人は持っていたと思いますけれどもマグニチュード7以上の地震は大変珍しいものですが大阪湾周辺は活断層の巣だそうで歴史的にはかなりの大地震が起きておって地震予知連絡会の宇都徳次副会長のコメントでは今までが静かすぎたとも言えるというこういう指摘もあるという、活断層の周辺に太平洋プレートなどの力が遠方から伝わってエネルギーが溜まっていた可能性があるとも見られまして地震予知連の安藤正隆委員は淡路島の北端北の端っこの方で活断層のどれかが横ずれなどを起こしたのではないかと説明する一方で去年の11月に兵庫県で有感地震、漢字があると書きます有感地震が連続して発生したのも今回のこの大きな地震と関連があったことかもしれないと推測していると、うん
ということであります、はい、はい。それではここでもう一度ニューススタジオとつなげてみましょう、はい。ニューススタジオさんお願いします。はい、お伝えします。神戸市消防局によりますと、神戸市長田区の長田西市民病院で6階の床が5階に落ちて、少なくとも患者のうち10人から20人が死亡したということです。先ほどもお伝えしました長田西市民病院ですが、6階の床が5階に落ちて、少なくとも患者のうち10人から20人が死亡、100人以上が負傷している模様です。そしてタンスの下敷きになり死亡した男性の、身元が分かりました。今朝5時50分ごろ、大阪市淀川区で無職藤本忠夫さん65歳が自宅でタンスの下敷きになり死亡しました。また此花区でかばや食品大阪工場のコンクリート製の煙突が倒壊して、この煙突に下敷きになった男性45歳が死亡しています。この男性の名前は分かっていません。それではいろいろな情報が入ってきていますが、改めてですね、今日の朝発生からの時間を追って出来事をもう一度お伝えしたいと思います。5時46分ごろ、近畿地方で強い地震が発生、神戸市などで震度6の烈震、京都市などで震度5の強震を記録。6時ごろ、東海道山陽新幹線は始発から運転をストップ。JR 西日本も関西地区の全線で始発から運転をやめて点検。JR 四国も全線で運転をストップ。名神高速道路など関西の高速道が全面通行止め。6時過ぎ、大阪府警が警備本部を設置しました。そして7時35分ごろ、阪神高速道が神戸市東灘区で倒壊して、車数台と国道に落下しているのが確認されました。兵庫県警淡路島で女性1人の死亡を確認しました。ここまでが7時35分までの動きです。そして7時38分ごろ、近畿地方に強い余震が観測されました。続いて7時54分、世界遺産に登録されたばかりの京都市伏見区の醍醐寺の国宝五重塔や金堂など、壁の漆喰が剥がれるなど被害が判明しました。8時、京都府内で重症1人、軽症33人が発表されています。府によって発表されています。そして西宮と西明石の間で列車7本が脱線しているのを JR 西日本が確認しました。以上、8時までの動きをまとめてお伝えしました。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとう。今昼どんどん進んできて、今10時36分になるところですけれども、この時間は予定を変更して午前11時まで報道特別番組近畿地方大地震お伝えしております。生放送のスタジオからできるだけ正確な情報を早く皆さんにお伝えします。午前5時46分夜明け前のみんなの本当の目覚めを襲う、大変大きな震度6という神戸市内で震度6という烈震でしたけれども、どうぞこれからお昼に向けてですね、今最悪の状態からくぐり抜けたらば、この後に備えて、あるいは今夜来る夜に備えてね、やっておくべきことがあります。とりあえずは今はまだ僕身の安全大優先の、タイミングだと思いますけれども、この後ですね、今日の昼から午後に向けて、夜に備えておくという準備もね、絶対必要で、まず火を使わないで済むようにするということですね。それからその電気関係が修復しない可能性は十二分にありますので、情報の確保のために携帯用のラジオ、はい、それから、懐中電灯と、それから電池のスペアと、はい、今災害の起こった神戸や阪神間淡路島、そちら方面ではお店屋さんも開かないと思いますけれどもね、でも今夜に備えておくという準備をお昼頃からはゆっくりとでいいですから、なさっておく必要があるかと思います。はい、ラジオが本当にこういう時に一番頼りになると思いますし、確かにラジオがですね、正確な情報を
一番早くにちゃんとねお伝えする義務もありますから、今目いっぱい毎日放送ラジオはですね、特別番組の体制敷いて、皆さんがこれ以上危険にならないように、努力を続けますので、どうぞ毎日放送ラジオの生放送をこのままちょっとボリュームを大きめにしてね、はい、家中に響くようにしておきながら、冷静にお動きになってください。何はともあれ今火の手がすでに上がっているところありますけれども、こんなにあの大きな火災が同時に多発すると、消防関係の方も本当にあのもう手一杯になってしまっていて ね、あのこれ以上悪くならないようには人間の冷静な努力である程度の手は打てると思いますから、はい、どうぞ皆さん、お気をつけになってください。さて、諸口明のイブニングレーダーのパートナーをしてらっしゃる魚住さんと、今電話がつながっています、はい、魚住さんは六甲アイランドにお住まいということです。こんにちは魚住さん。あ、こんにちは、こんにちは、はい、六甲アイランド、はい、六甲アイランド人工の島ですね、はい、JR の住吉から六甲ライナーに乗って、はい、行くあの島のところに住んでいるんですけれども、私はマンションここたくさん建っているんですが、はい、14階建ての7階に住んでおります、はい、で今部屋の中の状況はもう全部倒れて、食器も全部割れて、ガラス物は全部割れました、はい、で地震発生して少ししましたら、こう外の方でガス漏れの匂いがしまして、でその、あと、火をつけないようにというあの車でアナウンスが流れておりました。で今はそのガス漏れの方の匂いも引いているようです。で周りの建物を見回してみますと、若干ひびの入っている建物もありますが、大体大丈夫ですね。であの地面と建物の間のところがこうずれていたりとか、はい、まあ、少しタイルが落ちていたりとか、そういうことはありますけれども、42階ぐらいの高層マンションも近くに見えるんですが、こちらも、外見上は問題ないようです、はい、でただし、六甲ライナーという線が走っているんですけれども、はい、その電車に、隣のご主人がちょうどあの乗っていまして、その地震発生の時に、はい、でそれが脱線して、ご本人はこぼを作っただけだけれども、周りはかなり怪我をした人がいて病院に運ばれた人もいたということです、はい、あのご自宅に無事にそのお隣のご主人はお帰りになったんですね。あの先ほど歩いて戻ってらっしゃいました。あ、そうですか、はい、でその住吉、 JR 住吉の周辺の話をあの伺った話なんですけれども、はい、あの建物はもう壊れて、であの多分お亡くなりになった方でしょうか、担架で運ばれているような情景だったということです。そうですか。あの魚住さんは今ご自宅のお家の中の電話ですか。はい、うちはですね、電話はこのように生きているんですけれども、はい、時、時々中断というお話の時に切れてしまいましたね。そうですね、切れたようです、またその、あ、切れたようです。諸口明イブニングレーダーのアシスタント魚住さん、六甲アイランドのお部屋の中からね、お住まいの中からのお電話が今つながっていたんですが、電話の確認をコンファームした途端にプツッと。そうですね、なんかでも建物と、それと地面との間にズレが出ているとか、はい、まあまあ火が出ていないようですので、そちらの方だけは安心していられますけどね、今のところ、はいはい。ただいま時刻は午前10時41分を回ったところです。この時間は予定を変更して午前11時まで報道特別番組近畿地方大地震をお伝えしています。午前5時46分、近畿一円、震源地は淡路島の水面下20キロのところだということで、テレビの映像で今ラジオのスタジオにもテレビの映像が音を消して入っていますけれども、淡路島も壊滅状態だし、それから神戸市内では大きな火災が発生していて、それが多発しているというような感じで、二次災害にかなり広がってきています。道路は分断されていますし、高速道路はめくれ上がって陥没、滑落もしているしということもございまして、相当大きな被害の様子がお昼に向けてどんどん刻一刻、死傷者の方の数もこれから増えていくかと思いますけれども、これ以上、人災にならないようにね、どうぞ皆さん冷静に対処をなさってください。火の気が今一番二次災害で怖いです、はい。どうぞガスとそれから電気とですね、基本的にはラジオは電池のラジオで聞いていただければ聞き届けられますので、どうぞ
二次災害につながる恐れのなるあるようなことを全部元から断ってしまうという、そういうふうな対処をなさってですね、この後の正確な情報をお待ちいただきます。先ほどもリポートが入りました。阪急伊丹駅から、壊滅状態だという阪急電車の伊丹駅から三沢アナウンサーのリポートです。三沢さん、再びどうぞ。もしもし、はい、三沢です、ま、三沢さん、はい、よろしく、はい、壊滅状態あります阪急伊丹駅なんですが、先ほどの情報と多少重複ところもありますが繰り返しお伝えいたします、はい、この駅はですね、南北に伸びているんですが、ちょうど東西がですね1階が通路になっておりまして、その中にはタミータウンという商店街も入っておりました。その1階部分は完全に上から押しつぶされて、まあ、跡形もないといった感じです。そしてこの阪急電鉄の駅の前にはですねバス乗り場があるんですが、その上にあるひさしの屋根が完全にバス乗り場を覆い尽くしております。ちょうど目の前にあります看板ですね、1階の上の部分に取り付けてあるはずの看板が、ちょうど押しつぶされて、ちょうど私の膝のあたりまで落ちてきております。それから3階部分がホームになっているんですが、そのホームに4両編成の列車が止まっていますが、1両1両が上を向いたり下を向いたりといった感じで、まあ、レールの方もかなり上下に蛇行しているものと思われます。それから駅周辺の被害の状況なんですが、ちょうど目の前にあります伊丹セントラルプラザというですねジャスコが入っているビルがあるんですが、大きなガラスの部分はほとんど潰れて下に落ちております。先ほど社長の池田さんにお話を伺ったんですが、中では電気が全く来ず、水道が各所で断線して、これから長い間営業はできない状況が続くだろうということです。それからまた駅に戻りますが、この阪急伊丹駅は昭和40年代後半に阪急電鉄が高架になった時にこの駅も高架になったということで、ちょうど20年ぐらいの月日が経過しているということでした。あと火事などの情報はこちらには入っておりませんし、こちらから見た具合では煙などが上がっている様子はありません。こういったところですが、はい、どうもありがとうございました、はい、阪急電車の伊丹駅から三沢アナウンサーのリポートでした。非常に壊滅的な状況だというね。そうですね、でも火の手は上がっていないようだということなので、そこですね、ポイントは、皆さんどうぞすでに火の手が上がっているところは類焼を食い止めなきゃいけないし、一刻も早く火の手は消さなければいけませんけれども、これ以上火災が発生しないように、なんかガス漏れでガスの匂い充満しているところ多いようですから、うん、その、はい、タバコだとかそういうことに気がつきますけど、何遍も言いますけど、スイッチをたくさんパチ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 、パチするものっていうのは、それだけで危ないっていうことなので、火花が出てスパークする危険性、引火する危険性ありということですので、十分気をつけてください。もう日頃のことと全然違う状況が今日始まっていますから、はい、できるだけ冷静に、冷静に、慌てず騒がずね、冷静に動いてください。でこれ以上被害が広がるのをみんなの力で、食い止めなければいけません。この時間は予定を変更して午前11時まで報道特別番組近畿地方大地震、お伝えをしております。この後も毎日放送ラジオはずっともちろん生放送でですね、この地震のその後の状況を的確にお伝えしてまいりますので、どうぞずっとお聞きになっていてください。それではニューススタジオ、新しい情報を伝えてください、ニューススタジオさん、よろしく。はい、現在の交通機関の状況をお伝えします。 JR などの電車が脱線などでストップし、陸や海上の交通機関が麻痺状態に陥っているほか、高速道路の高架部分が落下したり路面が陥没したりで死者や多数の怪我人が出ています。道路の被害ですが、神戸市内の阪神高速の神戸線、湾岸線など3カ所で道路の高架部分が落下し、走っていた車数台が転落しているために、また路面が陥没してしたり橋桁部分にひびが入っているところもあるため、現在すべての高速道路で通行止めが続いています。現在もすべての高速道路で通行止めが続いています。 JR はこの影響で兵庫県内の西宮と西明石の間などで列車7本が脱線したほか、東海道山陽新幹線も名古屋と広島間で始発から運行を見合わせています。新幹線は名古屋広島間で始発から運行を見合わせています。在来線です。京都、滋賀、奈良の各府県で一時全面的にストップしたほか、この他の各県でも列車がストップしています。
私鉄では混乱が続いていまして、阪急電鉄では神戸市の三宮駅など3カ所で電車が脱線、怪我人も出ています。このほか大阪市の市営地下鉄では構内の階段の手すりがぐにゃりと曲がっていたり、自動販売機が倒れたりしたということです。また地震発生直後の午前5時45分には関西空港駅を出た南海電車が停電のため空港島と大阪泉佐野市を結んでいる連絡橋の途中で立ち往生しました。関西国際空港では地震直後に滑走路などの空港施設を点検した結果、損傷などはないということです。そして各地の詳しい状況も入ってきています。神戸市中心部の JR 三宮駅付近では民家やビル数軒が倒壊して、道路には亀裂が走ったり、ところどころに隆起が見られるということです。また壊れたビルの粉塵が舞ってうっすらと辺りを覆っていて、霧状になっているようですね。市内各所では地震による火事やガス漏れが多数発生し、住民は寝巻き姿で暗い路上に飛び出す姿が見られました。ガスが充満しているところでは口に手を当てて逃げ惑う人も見られました。またビルで生き埋めになった友人を助けようとする若い男性や泣き叫ぶ女性の姿もありました。薄暗がりの中、毛布に身をくるんでしゃがみ込んで倒壊した家屋を見つめているお年寄りの姿も見られたということです。神戸市垂水区の自宅で就寝中だった郵便局の職員の岡本さん36歳の話によりますと、こんなに大きな地震を経験したのは初めてで、今も体の震えが止まらないと話します。岡本さんによりますと、地震が起きた当時一家5人は2階で寝ていたそうですが、突然ドーンと突き上げるような揺れが起きて、さらに横揺れが数十秒間続いたということで、妻や子供たちに声をかけるのが精一杯で、腰が抜けてしばらくは起き上がれなかったといいます。子供たちも呆然として泣くどころではなかったと、気がつくと、2女の、布団の上にテレビが落ちていたということです。そして1階におりますと、食器棚が壊れて食器が散乱し、足の踏み場もないほどだったそうです。停電でニュースが見られず、余震が続く中で不安ですと岡本さんは話していました。さて、大阪管区気象台によりますと、近畿地方で震度6以上の地震を記録したのは、近畿地方では昭和2年3月7日の京都府北部に起きた北丹後地震以来ということです。そして震度6というのはですね、ちなみに気象庁の震度階級の規定によりますと、震度6烈震、この震度6という震度は家屋の倒壊は 30% 以下、山崩れが起き、地割れが起きて、多くの人々が立っていることができない程度の地震というふうに規定されています。それでは注意事項など西アナウンサーの方からお願いします。はい、報道スタジオからラジオを聞きの皆さんにお願いをいたします。揺れは収まってきていますが、大きな地震の後には必ず余震があります。余震は本震より小さいのが普通です。しかし今回本震が大きいものでしたので、引き続き厳重に注意してください。大きな地震の後には必ず余震があります。余震は本震より小さいのが普通ですが、本震で傷んだ建物は余震でさらに壊れる恐れがあります。十分注意をしてください。室内では棚やテレビの上に乗っているものや崩れかかった壁、照明器具のほか、外れかかった戸やガラス窓、割れたガラスには十分注意してください。現在電話が非常にかかりにくくなっています。電話は緊急でない限りしばらく使わないでください。火事になったり大怪我で救急車を呼ぶ必要のある人以外はしばらくの間電話を使わないでください。皆さんが電話を使いますと消防や救急への電話がつながりにくくなります。現在非常に電話がかかりにくくなっています。市役所や電力会社など関係機関への問い合わせは控えましょう。情報はテレビやラジオで聞いてください。デマや噂などに惑わされず冷静に行動してください。ラジオやテレビの正確な情報と警察消防の指示に従ってください。毎日放送ではラジオとテレビで地震に関する新しい情報が入り次第お伝えしています。情報に十分ご注意ください。はい、神戸市内の新しい状況が入ってきました。神戸市灘消防署によりますと、灘区内で家屋の倒壊で下敷きになっている人は200人を超えているということです。また兵庫消防署によりますと、兵庫区では家屋の倒壊は28件、生き埋めが9件あるということです。
また被害が大きいとみられる須磨区、生田区、長田区では状況が未だつかめないということです。現在のところはこんなところです。スタジオさんお返しします。はい、どうもありがとうございました。さて、岡山記者が今取材現場に向かう途中、どこにいるのかは分かりませんが電話がつながりました。岡山記者。はい、どうも。はい、今どこ。今43号線を通ってたんですが。西に向かって。はい、はい、それが途中で鳴尾の交差点で通行止めにありまして。西宮の鳴尾で通行止め。はい、はい、それで今迂回して甲子園球場の近くにいます。はい、はい、それで付近なんですけれども、はい、大阪付近はですね、道路は比較的まあ、橋の段差はあったものの、普通の道路は大丈夫だったんですよ。はい、ですけどこちらの西宮に入りますとですね、はい、道路と歩道の間の、まあ、側道といいましょうか、そこから砂といいましょうか、泥といいましょうか、うん、地震による液状化現象ってありますよね。はい、それによって泥が噴き出してまして、それで道路はかなり汚くなってます。はい、はい、大阪の隣、西隣が尼崎ですね、大きな町ですが、はい、その尼崎通過するまでは比較的、無事だったでしょう。そうですね。で、私が朝のラジオの番組でその逆を通ってきたんだけども、西宮に入った途端に激変するんですよね。そうなんですよ。うん、それで付近の話を住民の話を聞きましてもですね、はい、まあ、コンクリートの 音といいましょうか、うん、すごい音が聞こえたという話を聞きました。はい、はい、今もう甲子園のあたりで43号線は外れたの。はい、もう外れました。はい、そこから鳴尾以降はですね、うん、通行止めになってますんで、はい、はい、で今甲子園でもう身動き取れずですか。まあ、なんとか裏道を探してですね、はいはい、現場に行きたいなと思ってるんですが、神戸ないし芦屋に入っていこうとはしてるわけね。はい、そうです。はい、どうぞ気をつけてくださいね。はい、わかりました。はい、この後も生放送続きますから、どうぞ気をつけてまたリポート入れてください。はい、以上です。はい、今午前10時54分になりました。この時間は予定を変更して11時まで報道特別番組近畿地方大地震をお伝えし続けています。この後午前11時になりますと、今日の地震に関する JRN の特別番組をお送りする予定になっております。はい、民間放送ですけれども、こういう災害時でございますのでね、普段の放送予定を一切変更して、それからコマーシャルも全部、カットして、お送りしております。ご了承ください。本当に僕も本能的に怖かったですね、うん、今朝の最初はね。そうですね、はい、もう地震を怖いと感じたのは、僕はあんまりいわゆる地震を怖がるタイプの人間ではないんですけれども、うん、これは本当にすくみ上がるほど怖くって、その後すぐに仕事に向かって車に乗りましたけれどもね、やっぱり心臓がドックンドックン波打っていてね、で今朝の生放送に僕は結局スタジオに間に合わずに移動電話でもってね、お電話しましたけれども、でもその時もね、やっぱりヘッドライトまだ真っ暗な時間帯でしたから、はい、午前5時6時というのはね、そうですね、その自分の乗っている車のヘッドライトの先にね、落っこっている阪神高速道路とかね、ひしゃげているこんなぶっとい阪神高速道路を支えている支柱がですね、ぐしゃっと潰れてついたり、うん、その落ちてきた、阪神高速の下に大きい11トントラックが潰れていたりっていうのがね、ヘッドライトの中でボンと浮かび上がるの、うん、それで左手の遠くの方に高校と朝日の出前の、暗い空をね、焦がしてね、燃えている、もうすでに火災が発生していてね、うん、向こう側の橋を渡った時、橋は大丈夫だったんですけれども、その時にもすでに夜空焦がして大火災が発生していて、もう生きた心地がしなかったですね。そうですね。あと本当に私は上からもものすごい道路、例えば4車線5車線の道路の真ん中まで飛び出してくるほど、はい、いろんなビルの窓ガラスが割れて飛び散ってるっていうのを見た瞬間に、うん、ああ、これ昼間でね、人が下を通っている時間帯でなかったのはまあこの時間帯だったからだけど、はい、この後もまだまだこういうこと起こるなと思ってゾーッとしましたね。そうですね。それとつくづく思ったのは、やっぱり最近例えばマンションとかで隣近所のお付き合いってないかもしれませんけど、はい、もうこの際今日だけはですね、お隣近所とちゃんと連携プレーをして、今日機会にだね、はい、そうですね、はい、した方がいいなと思いますね。本当そうですね。一人の力限界ありだし、僕もたった一人だったらばね、非常にいわゆるパニックの状態になってたかもしれないけども、ある種の使命感だとかね、はい、それから家族を守らねばいけないとかね、それからご近所の方と
と助け合わねばならないっていう感じがね、こういう大災害が発生した時にね、もう身をもって肌触りで実感したので、今日機会にもう一度その地域と一緒に暮らしていくっていう感じがね、はい、緊急災害時が近くの小学校で皆さん何はともあれ命あってのものだねだから、そこにお集まりになったと思いますけれども、こんな言い方すると怖くなる一方ですけども、この地震はこれ一回でも向こう一生ありませんっていう保証なんか何にもないですからね、一つこういうあの大災害が起こった時にですね、教訓になったこといっぱいあったと思います。我が家の緊急持ち出しなんていうのも、結局作っておこうなとは言いながら、作ってなかった我が家もね、河村の家も作ってなかったです、そういうような事情がですね随分浮き彫りにされたっていうことがあるし、 はい、それから今日昼間を過ごしてさっきも言いましたが夜はやってきますよね。で停電の状態のままで夜になったら大変不安がまた、増してきてですね、くれぐれもその冷静に動かねばならないという、午前5時46分という時間帯から朝になってきたのでね、災害の様子が白日の音にさらし出されてはきていますけれども、こういう状況の中でもってうんと冷静に、強くて優しい気持ちになってね、お互いが助け合って、少しでも自分より弱い方を助けてですね、それから成人男子はこういうところでスクラム組まなきゃいけませんよね。あの女性や子供やそこはお年寄りを、助けるのはこういう時にやっぱり元気なね大人の役割だと思うから、救急活動をしてらっしゃるその消防車だとか救急車だとかね、そういうところの、まあ、お手伝いというか周辺の、お手伝いはしなくちゃいけないなと思いますね。はい、平穏無事に住んでいたところにガツンと一撃のね、大地震でしたけれども、これを本当に教訓にしてこれ以上まず悪くしないこと、それから、この次似たようなことが起こった時のスタンバイを絶対にも心の準備もそれから具体的なね物理的な準備もちゃんとしておくべききっかけにはなったと思います。もうすでにお亡くなりになったという方もたくさんいらっしゃるし、大変ご不幸な目に遭われている方今たくさんいらっしゃると思います、関西一円にね。でもどうぞ立ち直って、この後頑張ってですね、しっかりとまた歩き出してください、はい、でこれ以上パニックになって悪いことが起きませんように、うん、それを歯止めかけるのは一人一人の人間の力であったり仲間の力であったりするかと思います、はい、それぞれのプロフェッショナルがそれぞれの現場でこういう災害時にね、先ほど陸上自衛隊のね、広報の方のお話を伺いましたけども、皆さん頑張ってらっしゃいますので、お互いに、少しずつの時間で助け合っていくように、30秒で、あと5秒で大丈夫ですね。はい、この時間は予定を変更して、報道特別番組近畿地方大地震をお伝えしています。この後午前11時からは今日の地震に関する JRN の特別番組をこのスタジオからベータスタジオからお送りすることになります。河村隆一とそして豊島美希でした。香り封じるアメリカ特許、強く澄んだ鮮度、スジャータ IFC コーヒー。